けど AE86 分かってますか。はい、だからピストルで撃たれても穴はやば。改造ポイントをすごく絞ってあります。水素タンク、水素配管で、エンジンルームでいうとインジェクター、うん、以上おしまい。はい、この渋川、イカホステージ、はい、やってきましたけど、はい、あのオートサロンでも見た、うん、すんごい車を見つけちゃったので、はい、ちょっと、レポートしていきたいと思います。3台の AE86 があるんですけど、はい、AE86 分かってますか。はいA86 ですよね。はい、あ、大丈夫。 D ですよね。そう、 D 実際にこの目の前にある一番先頭の車はもうまさしく D の車で、有名な紙コップがあったりとか、はい、実際にその D で使っていたような仕様の車になってます。なるほど、はい、で問題は、問題は後ろにある2台が、はい、これとこれ、オートサロンでも、うんうん、展示されていましたが、うんうん、すごい。何がすごいの？何がすごいの？わかんない、うんうん、いいねこの AE86 は水素で走ります。水素ね、今大注目の水素エンジン、ニュースなんかでも見るでしょ、はい、水素自動車がやってる活動で、見ます、特に国内のスーパー耐久っていうレースで、はい、実際にトヨタ自動車、今会長の、うん、でもあった森蔵さんが乗られてますね、水素エンジンというレースに出てますけど、はい、この水素エンジンをこの AE86 に乗せました。さらにすごいのは、の、ね、さらにすごいのは、これはその当時の AE86 に積んであったエンジンを水素で動くようにしてる。ほう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 、すごい、まあ、そもそも水素で動くっていうのがそもそもすごいですもん、うん、考えられない次元。水素で走る電気自動車っていうのがあったんだけど、はい、それはまたちょっと仕組みが違って、水素を使って電気を作るのね。水素を使って電気を作る。これは水素を使って、エンジンを爆発力を作って走ってる、うん、ちょっとまたシステムがまた全然違 う、ガソリンの代わりに本当に水素を使って、走るような車になってます。なるほどなるほど。おお、あのやっぱり内燃機関のエンジンがあるので、マニュアルもできるし、うんうんうん、回転数のタコメーターもあるし、はい、シンプルにこの AE86 の綺麗さがとんでもないですね、うんうん、確かに昔の車とは、そうよ、本当よ、思えないですね、こういうのね、うん、で、やっぱ水素なのでもう一個注目すべきのがあって、はい、それはこのトランクにありました。後ろ、おー、これが実際に水素が入るタンクです。なるほど。で、こうガソリンみたいに入れる、ここから多分水素を充填してこのタンクに溜めます。へー。で、タンクが2本ついてます。ほい。で、このタンクは、とんでもない高さから落としても亀裂が入らない、壊れないの。だからこんだけ大きいタンクだけど、実は中に入る量ってちょっと。そうなの？未来っていう車とかもそうなんだけど、このタンクは絶対に割れてはいけない、どんな事故にあってもこのタンクだけは生き残ってこなきゃいけないっていう厳しい検査があるので、それをクリアしたタンク。すごっ。だからピストルで撃たれても穴はやばっ。進化すげー。進化すごい。でもこれは、AE86 がエンジンで動く AE86 です。これが、はい、はい、電気で動く AE86 です。はい。なので横にも電気自動車って書いてありますけど、かわいい、電気で走る、車になるので、はい、さっきの水素、あとはまあ最初に見た、うん、ノーマルの AE86 とはまた違います。ほう、また違うものが、全然違いますね。これはおそらくモーターです。モーター、はい、モーターに、あーすげえ、モーターにミッションが連結してます。へー。おそらく通常のね、ここまでがモーターで、ここから多分普通のミッションになってるから、これマニュアルが可能なんだ。いいんですか？モーターがここにあって、そ、はい、れは、繋がってるのは普通のミッションです。普通のミッションです。普通のミッションです。じゃあモーターでそのミッションを駆動して、はい、ってことはマニュアルが可能ってことですか？マニュアルミッション。クラッチもあります。なので普通のエンジン車と同じようにクラッチを切って、シフト入れて、クラッチつないで、で発進という感じです。なるほど。じゃあそれが電気でも可能ってことですか？走る楽しさが電気でも可能ができる。これはで駆動も FR ってことですよね？駆動も FR です。
なので、はい、トランスミッションから後ろは、はい、この車に乗ってた部品そのまま駆動が乗ってる。じゃあもう本当にここから前が違うだけ。この電動ファンは何用の電動ファン？これはですね、はい、このモーターを冷却するに使ってる、はい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 、じゃあモーターを冷却するためのラジエーターがここにある。そうです、そうです。バッテリーの冷却はどうしてるんですか？バッテリーはですね、実はここに冷却のコンプレッサーが出てまして、はい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 、冷媒を通して冷やしてます。あ、なるほどなるほど、はい、なるほど。じゃあちょっとこのラジエーターを使うというのはまた違う方法で冷やしてる。そうですね、はい、なるほど。じゃあちょっとトランクいいですか、はい、行ってみても、はい、積んでありますけど、ね、あのレクサスの NX のプラグインハイブリッドバッテリーを載せてます。本来あれですね、 NX の場合はフロアの下にあるものを、ね、ってことですよね、はい、これ重さ的にはどれぐらいある？重さで145キロ。おお、あ、でも思ったより軽いんですね。そうですね、でエンジンがなくなった分、はい、まあ、バッテリーが乗ったって感じですね。はいはいはい、プラマイちょっと増えたぐらい、ちょっと増える、まあ、モーターもありながら、ね、はい、まあ、でもやっぱりミッションができて、うん、マニュアル操作ができて、クラッチがあって、はい、走る楽しさがあってっていう、はいはい、なるほど。これはじゃあ実際に動くときとかは、あの、じゃあメーター周りはちょっと変えないといけないですか？そうですね、それとも回転数で何かをこう示すか？メーターはですね、本当のそのモーターの回転数が、はいはい、お、なので元々エンジンの回転数だったのが、はい、モーターの回転数になりましたいうことになるんです。じゃあそのまんま使えちゃう。そのままです。あ声高くなっちゃいますね。いや、で実は、はい、アイドリングもあるんです。え、それはだからこれ止めてもいいじゃないですか。そうですよね。だけどエンジンって普通、はい、800回転プレミアムさ触れてますよね、はいはい、同じことやってます。それは仕様ですか？そういう、あの、単に楽しいアイドリング作っちゃおうよって作っちゃおうよみたいな遊びの遊びです、はい。まあ、ベリンだったんですけど、はい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 、EV って文字が隠れてたんで、なるほどなるほど、はい、で電気自動車なので、はい、こう電気なんです。おお、昔の車ってこう無縁、はいはいはい、無縁って書いてあった。無縁、はいはいはい、こう電気なんです。へえー、あっちも水素に限るって書いてありますもんね。そうです。この車エンジンがなくなったないので、はい、ツインカム16がノンカム0 嘘を言っちゃいけない。これ売ってもらえませんか？これこれめちゃくちゃ欲しい人多いと思う。いっちゃいます、ステッカー。いっちゃいますか？さあ配っちゃいますか？配っちゃいますか？このタイヤを見る限り、はい、何回か走ったような感じを見受けられるんですけど、はい、もう実際に走ってテストはしてるっていう感じですか？そうですね、実はあのドリフトしちゃいました。お、これで？はい、いや、できますね。これってそのごめんなさい、回転モーターの回転数を出してるってお話でしたけど、はいはい、トルク配分とかは、はい、攻めようもあるわけじゃないですか。その、そうですね、マッピング次第では、そうです、そのチューニング次第では、はいはい、まあ、制御で変えれますの で、 そうですよ、ね、エンジンと同じようなトルクを出せるとかあるし、うんうんうん、モーターみたいなパワーのレスポンスが当たるので、ドリフトするときって本当そのトルクだったりとか瞬発的なパワーがすごく必要になるので。そうですね、めちゃくちゃいいな、はいはい、乗りたい、ドリフトしたいちょっと振り回してみたくなんかこれの走りが実際にこの今後生で見れるみたいな機会はあるんですか？そうですね、いろんな方にですね乗っていただける場をちょっとこれから考えていきたいなと思っているので、まあ、あの楽しさをぜひ体感していただけるようにというふうに思ってます、はい、ありがとうございます、はい、すいません、突然ありがとうございました、はい、なんと水素エンジンの方の AE86 の方も、はい、開発の担当の方がいらっしゃったのでちょっとお話を伺っていきたいと思いま す。さっき僕浅い知識の中でザラーと言ってしまったんですけど、ちょっと詳しくいろいろお聞きしたくて、このエンジンは実際にこの86にもともと積んであったエンジンってことですよね？はい、その通りです。で、それを水素で動かしている、はい、どうやってでこの車あの元々の AE86 のオリジナルをなるべく保つように改造ポイントをすごく絞ってあります。ああ、はい、ですので水素タンク、水素配管でエンジンルームでいうとインジェクター以上おしまい、うん、っていうぐらいシンプルにあの改造して、でこれでもう 100% エコカーですので、なるほど、まあ、そういった水素で、水素を燃やしてですね走る車に仕上がってます。これちなみに今、使用している水素は液体ですか気体ですか？高圧圧縮ガスになります。あ、じゃあ気体の、水素で、それをインジェクターで吹いてるってことですか？はい、70メガパスカルになりますので、はい、まあ、気圧でいうと700気圧になります。高圧圧縮ガスになります。わかる？わ
かりません。その圧のものをタンクから出してここのエンジンに吹くまでで結構その圧は和らいでくるというか、はい、結構そのコントロールは難しいのかなと思うんですけど、はい、高圧圧縮ガスそのままですと燃やすのにすごく苦労するので、うん、減圧といって圧力を下げます、うんうん、でその減圧する弁っていうのが未来のものを使ってまして、はいはい、でそこでは 1.5 メガパスカルの圧力に下げて、うんうん、でインジェクターのところまで持っていきます。なるほど、じゃあもちろんちょっと待って燃焼してるから、でも出てくる排気は水だけってことですか？はい、その通りです。そうですね、水蒸気が出てきます。そうですね、水蒸気だけってことですよね、はい、頭いい。僕昔未来の説明員をしていたことがあって、カットボディとか見たことあるんですけど、これは未来に乗ってたボンベのサイズですか？はい、その通りです。現行未来の一番小さなタンクを後ろに2本積んでます。なるほど、はい。結構重たいと記憶してるんですけど、このタンクだけだとどれぐらいの重さがあるんですか？2本でだいたい50キロぐらいの重さになります。なのでもともと AE86 がすごく軽量な車なので、ここに50キロ の、うんうん、タンクが乗せていてもそれほどこう加速にバランスはそうですよね、影響がないという。もともとあったガソリンタンクを外した分とか考えると、大きな差はそんなに出ないということですか？はい、そうですね。これ出力的にはじゃあもともとあったエンジンの、パワーの出力をそのまま使えるということですよね？出力に関しては、はい、ガソリンほどは出ておりませんので。そうなんですね、はい。そこが今開発しているところではあります。じゃあ副量だったりとか燃焼の割合だったりとかでもうちょっとパワーを上げていこうというところですね。はい、っていうところを今取り組んでおります。やってるということですね。水素だからといって特別なことはありますかとよく聞かれるんですけども、逆にあまりなくてですね。なるほどなるほど。普通にエンジンがかかってで普通にアクセルを踏んでいくと加速をしていくという、うんうん、あまりそのガソリン車との違いがわからない、はいはい、音もするし、はい、唯一排気ガスから水蒸気が出るのと、うん、給油、充填口が違うっていうぐらいです。ただ水素で変わってくるところとしては、はい、水素は燃焼スピードがすごく速いので、なるほど、アクセルレスポンスがすごく良くてですね、例えば空ぶかしなんかをした時のエンジンの回転数の上がりが速かったりとか、そういった特徴があります。ちょっとじゃあ車というよりかバイクのエンジンに近いような感じのレスポンスになる、はい、そうですね。 なるほど。なのでこの AE86 軽量なこう、はいはい、FR スポーツにぴったりの、なるほどなるほど、と思ってます。いつか音が聞けるときをちょっとね、自分で踏んでそのレスポンスを確かめてみたいですね。そうなんですね。じゃあもう足回りとかは特に変わった変更とかそんなにないっていうか。はい、そうですね。じゃあタンクの分も、ガソリンタンクの分と考えると相殺されてるってことですね。なので改造ポイントがすごく少ないので、はいはい、逆に今まで使っていたチューニングパーツとかが使えるという話がありまして、例えばマフラーとか、エキゾーストマニホールとか、はいはい、そういった部品も今ノーマルのものを使ってますけれども、はい、好みの音の出るマフラーに変えたりだとか、はいはいはい、そういったチューニングも楽しめるっていう要素があります。じゃああれです、N2 決戦みたいな感じの車ももしかしたら水素にできる可能性があるってことですね。はい、そうですね。めちゃくちゃサーキット側もやっぱ未来が広がるので、夢がありますよ ね。さっきの電気自動車もそうだったけど、この水素エンジンの方も、こっちはもともとあったエンジンを使えるっていうところで、じゃあいつかこの走ってる姿が生で見れる日も来るということですね。はい、そうですね、楽しみにしてます。はい、楽しみです。すいません、突然お話ありがとうございました。ありがとうございました。車のことならアヘッドモーターサービス、あなただけのこだわり。車の競技、カスタムチューニング、新中古車の買取販売ならアヘッドモーターサービスへ。車の話番組 YouTube では公開映像や特別映像を公開しています。チャンネル登録お願いします。